山梨隆人は、日本の政治家。神奈川県三浦郡葉山町長。元葉山町議会議員。東京都渋谷区生まれ。病状中学校、東京都立千歳高等学校、関東学院大学経済学部経済学科卒業。法政大学大学院政治学研究科修士、家庭修了。大学在学中からウィンドサーフィンを始め、2000年3月の、 全日本学生選手権では団体、個人部門でいずれも総合優勝。2003年のオリンピック最終選考までアテネオリンピックを目指して国内外の大会に出場していた。ウィンドサーフィンの選手を引退後、日本橋のベンチャー企業に勤務していた。2007年、葉山町議会議員選挙に無所属で出馬。葉山町に遅延のない無名の新人ながら、 立候補者中トップの得票数を獲得し、初当選した。2011年、葉山町議選で再選。同年12月14日、葉山町議を辞職し、翌年の葉山町長選への出馬を表明した。2012年1月15日に行われた町長選には、現職の森英二同じく町議を辞職した伊藤圭介、山梨の3候補が出馬し、山梨が森。 伊藤を下して当選した。1月20日、葉山町役場に初登庁し、正式に葉山町長に就任した。2015年12月20日に行われた町長選に、ゴミの個別収集の無料化や職員給与削減の実績を訴え、立候補。前町議の長塚香るを破り再選。投票率は、史上最低の41.87%を記録した。 ありがとうございます。